なライブの時にヘビーローテーションを私が歌ってね、ここでバックミュージシャンで踊ってくれてた子なんですね。皆さんこの子何歳に見えますか？誰か大声でどうぞ。15。まあそこぐらいに見えるのが、まあそうなんですよ、そうなんです、15にぐらいにね、よく見えるからね。で今日は化粧もしてちょっとすごい綺麗にするからちょっと年齢上がったかもしれないんですけど、この子は私と同い年なんです。じゃないですかね。なるかちゃんは韓流スターが大好きでね、しょっちゅうなんか韓流のライブに行ってて、昨日のミュージカル行っとったよね。あ、それは韓流の人？そうです、韓国のミュージカルを見に行ってました。ね、もう元気ですよね。それ神戸に見に行って帰ってきて今日はステージ出てね、本当にでね、ルカちゃんは少し前に自主制作のオリジナル CD を作って今ライブとかしながらね歌ってるんですけど、作曲は私がさせてもらってます。今から歌聴いてね、歌声で気になるなって思う人いたら今日ルカさんに声かけてあげてくださいね。じゃあルカちゃん意気込みをどうぞ。はい、心臓が飛び出そうなぐらい緊張してますが、さっきちょっと食べ物の誘惑にも負けたんで頑張って歌いますんで楽しく歌いきろうと思います。よろしくお願いします。
よかちゃん、前に出てきてもらいましょうかね。
最後にね、もう一回紹介させてください。最初のゲスト、横峯くんです。で、2番目のゲスト、ゆかちゃんです。で、最後のゲストが、大田くんです。皆さんに、皆さんもなんかこんな楽器できるけどコラボしたいとか、歌をやってますコラボしたいですとかね、全部含めてメッセージブック最初にお伝えした何書いてくれてれば、私たちできることから一個ずつやっていきたいと思ってるんでね、なんかコラボしたいっていう方いらっしゃいましたら書いておいてくださいね。